でポケサーは終わったけど、もう少しサブストーリーやろうと思うんだよね。例えばここにちょっとスケバンっぽい感じの女子高生がいるんだけど、なんか絡まれたな。なんだこの酔っ払い怖えよ。でまあこの人、この女子高生、前にこの辺歩いてたら呼び止められて、なんて言ってたっけな、ねえお願い助けて、そう助けを求めてくるんだよね。友達が痴漢に絡まれて、私と一緒に助けに行ってよ。他に誰もいねえのか、お願い早くっていうすごい緊急の頼みをもうだいぶ長いこと放置してるんだけど、もう手遅れだろ。まあちょっと助けに行くか。わかった、どこだ。あ、ありがとう、こっちだよ早く。ヤンキー風の女ね。でもなんかうさんくせえよな。これ桐生さんをはめようとしてない？この先だよ。なんかチンピラが待っててさ、何人も。酔っ払いの痴漢ってのは一人か。あ、なんかこのアングルそんな感じする。他に仲間は？後ろからぶん殴られそうなアングル。あれ？でも後ろも誰もいないや。ん？あの女どこ行った？あ、これやっぱはめられてんな。何？え？おい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 、こんな不意打ち食らうような、あれ食らってないの？くっ、どういうことだ。よく避けたな、褒めてやるよクソヤクザ。なんかさっきの女の彼氏かな、酔っ払いの痴漢を追い払ってくれって話だったんだからな。バカが、なもんいやしねえよ。なるほど、さっきの女はお前のグルか。俺になんか用か？大した用じゃねえけど、あんたにちょっとした頼みがあるんだ。ん？世の中のため、え？あれこいつシンジか？シンジだ。龍が如く1に出てくるキャラクターだね、こいつも。さっさと死んでくれや。多分ね、マスクしてるけど、シンジの顔だと思うんだよな。おい、俺はクソガキでも容赦しねえぜ。一撃。龍が如く1に出てきたキャラで、キリュウさんの射程なんですよ、17年後の世界では。あ、17年後っていうか7年後か。こ、殺さないで、誰か。人を不意打ちしといて虫のいい野郎だな。何者だお前。マスク取るか。取った、やっぱ信じた。ガキ、どういうつもりだ。誰かに俺を殺すとでも頼まれたか。そんなんじゃん、頼まれたわけじゃないの。だったらなんだ、俺を狙った理由は堂島組にでも頼まれたんじゃねえのか。堂島組、後にお前が入る組だぞ。まあでもこの時点では堂島組と関係ないんだね。堂島組で桐生さんの射程をやってるっていうイメージがすごくまあ強いんだけど、知らねえよ堂島組なんて。相手はヤクザなら誰でもよかったんだ、別にあんたじゃなくても。何誰でもよかった、まあ、ヤクザじゃねえけどね、桐生さんは。ヤクザが死ぬほど嫌いなんだよ俺は。後にヤクザになるのに、ヤクザが好きなんてやつの方が珍しいと思うがな。けどだからって見境なしに鉄パイプで襲うやつはもっと珍しい。ただの不動産屋だぞ桐生さんは。いくつだお前。16、桐生さんの4つ下か、高校生か。行ってねえよ高校なんて。族には入ってるけど。ほう、暴走族の下っ端ってわけか。なんで下っ端って決めつけんだよ、どうせ下っ端だろ。いやそうだな。いやでも下っ端でしょ。悪かったよ、名前は下っ端じゃなきゃこんなことしないでしょ。田中、
田中真嗣、やっぱ真嗣だ。あー、意外なキャラが出てきたな。田中真嗣、あんたはどこの組の？立花不動産っていうヤクザだね。俺は仇だ、極道じゃねえ。つい最近まで極道だっただろ。え、嘘。真嗣、お前本当に誰かに頼まれたわけじゃねえんだな。ああ。だったらなんでこんなことやってる。俺んちはヤクザにむちゃくちゃにされたんですよ。土地転がしに失敗した親父にクソみてえな借金取りのヤクザが群がってきて、お袋はとっとと逃げ出してさ、親父は毎日借金取りのヤクザに殴られて、そのうさばらしに今度は俺を殴った。まあ桐生さんも借金取りみたいなことはしてたからね、人事ではないな。その親父も俺が殴り返してから今じゃ叫びたり、一緒にいるとムカついて殺しちまいそうだから今は家出て、俺は家出て今宿なしなわけ。それでヤクザ相手に強盗ってわけか。そ、どうせ勘取るならヤクザからがいいっしょ。誰にも迷惑かかんねえんだから。んー、まあ一理あるような。でも危ないぞ。やめとけやめとけ。それにあいつらは町で襲われたとこでメンツがあるから殺に被害届を出さねえんだ。ああなるほどね。はあ、都合のいい相手ではあるな。ただまあ危ねえ橋は渡ってるよね。お前は危ねえ橋渡ってるってことだ。もし連中に見つかったらお前殺されるぞ、うん、冗談じゃなく殺されるよな。大丈夫だって、このこと知ってんのは族の仲間うちでも信用できるやつだけだし。だといいがな。今桐生さんにバレたじゃん。桐生さんが本当にヤクザだったらお前死んでんだからな。大体桐生さんが立花不動産の人だったからよかったけど。あ、ちょっとどこ行くんだよ。もう十分身の上話は聞いてやったろ。俺はお前が誰かに頼まれて襲ってきたのかってことを確かめたかっただけだ。だが、もう実況取り始めて1時間超えたから滑舌が終わってきたな。ヤクザ狩りなんて真似はもうやめておけ。お前が今まで殺されずに済んでるのはたまたまだ。極道を舐めてたらいつか必ずツケを払わされる。本当だよ、あんな方法で倒せる程度のヤクザだったから助かってるだけだからね。クゼの兄貴とかだったら終わってるからな。ふん、あんたみたいな強えやつ他にいやしねえよ。いるんだよ結構、キリュウさんほどじゃなくても。ヤクザだって一人の時を不意打ちすりゃまず簡単にイチコロだよ。みんな泣いて命乞いするぜ。たださっきあんたにやられた時は初めてマジで殺されると思ったけどな。本当にお前運が良かっただけだからな。そうか、だったら好きにしろ。いい年した男に何度も同じことを言う気はねえ。じゃあな。まあ16歳もいい年か。あのガキがどうなろうが俺には関係ねえ。大体俺自身が組に追われてそれどころじゃねえんだからな。本当だよ、今一番命危ない人間だからね。こんなのんきにポケサーやったり街フラフラ歩いたりできないはずだからね本当は。で、あれ、さっきと同じ場所にもっかいびっくりマークついてる。結局戻んのかな。戻ってみよう。やっぱ気になるよな、こんなこと言ってても。あれでも違うかもしんないな。今ね、トラブルファインダー外してみたんですよ。トラブルファインダーを外すと今発生中のサブストーリーにしかびっくりマーク出現しなくなるから。あ、これか。そう、進行中のやつだけが表示されるようになるんだよね。西公園か。え、ちょっとまあ行ってみるか。そう、トラブルファインダーつけてるとサブストーリーそこら中にいっぱいあるからさ、どこが進行中のやつか分かんなくなるんだよね。さあ西公園に来ましたけど、あれ、この中のどっかにまたイベントのびっくりマークついてるかと思ったんだけど、自力で探さないとダメか。どこだよ真嗣。
シンジ出ておいで、ご飯あげるから。ん、あ、公園から出たらイベントになったわ。いねえなって思って出てきたんだけど。おい、そこのお前なんだ、うん、俺のことか。他に誰がいいんだよ。ちょっと来い、面貸してもらうぜ。お前に聞きたいことがあるんでな。誰だお前ら。ああ、これはシンジが下手こいたのかな。シンジが下手こいてヤクザに捕まって、あ、名前出してきた。なんかキルーさんのことを喋ったのかな。俺らが誰かなんて関係ねえんだよ。お前、田中シンジってガキ知ってるだろ。ん、そいつからてめえのこと聞いたんだけどな。そこまで、いや、俺らの用はわかるな。いや、わからねえな。何の用かはわかんねえな。とぼけんじゃねえぞ、ほら。あ、なるほど、シンジがそう言ったのか。てめえがあのガキ使って何人もうちのもんを襲わせてたんだろうが。俺は命令されただけなんですって言ったんだな、あいつが下手こいて。何？あのガキが白状したんだよ。いいから来いや。人生一家、舐めたらどうなるか見せしめにしてやるか。お前らシンジを捕まえたのか。あいつをどうした。心配してんじゃん、キリュウさんも。関係ねえって言ってたけど。へへ、あのガキが心配か。今ので白状したも同然だな。やっぱりてめえが黒幕だったわけだ。心配しねえでも今から奴に会わせてやるか。てめえも腹決めてついてこいや。人生一家とやら礼儀を知らねえらしいな。俺はてめえら三下に指図される義理やね。あ？いろんなヤクザに追われるな、キルさんは。客を案内したけど頭下げたらどうだ。そんなこともできねえってんだか。あ、顔洗って出直してこい。ふざけやがって、この若造が。構やしねえ、今ここでぶっ殺してやる。はい、おしまーい。なんだこいつ、むちゃくちゃじゃねえか。シンジはどうだ。あのガキはまだ生きてんだろうな。やっぱ面倒見がいいよね。結局心配すんだから。ひ案内しろ。ただし俺はあいつの黒幕なんかじゃねえ。あいつはお前らに嘘をついたんだ。何？俺が教育してやるから。シンジを返しな。あいつには俺を巻き込んだけじめをきっちりつけてもらわねえとな。まあそれは必要だよね。そうだったんですか。いやー、俺らもそうなんじゃないかなって。メンツとかねえのか。あ、こいつらヤクザのくせに。ならさっさと案内しろ。もたもたしてんじゃねえぞ。ははい。二十歳だぞ、この若造。あ、でもここでシンジは多分キリュウさんの男っぷりに惚れて、後にキリュウさんを追いかけて堂島組に入るっていう感じなのかな。ぐ、やっぱ捕まってんじゃん、下手こいて。ち、こんなガキ相手に手を明かされてたとはな。で、こいつの黒幕の男ってのはまだ見つからねえのか。へい、そろそろ見つかってもいい頃なんですかね。黒幕が来ました。スーツは白ですけどね。あんた、やっぱり来てくれたんだ。なるほど、こいつが例の黒幕か。あ、呼びに行った連中はどこだ。そいつなら近くで寝ちまってるよ。あんたらもガキ一人相手にガン首揃えてご苦労なこったな。あ、兄貴、俺こいつのこと知ってますよ。知ってるか、堂島組の桐生を。あ、キリュウです。今堂島組で的にかけてるキリュウカズマですよ。あ、それ耳に入ってんだ。まあこの町でヤクザやってたら、まあ耳には入るか。この町で一番強いヤクザだもんね、堂島組って。え、なんだ、本当か。ってことはキリュウを堂島組に差し出せばお手柄なんじゃないですか、人生一家の皆さんは。キリュウカズマ、なんでそんなやつがガキ使ってうちの組のもんを襲わせてたんだ。そんな暇なことやるわけねえだろ。全部そこのシンジのついた嘘っぱちだ。
はっ、そうか。いや、もうそんなもんどうでもいい。つまりこいつの首を差し出しゃそういうことよ。俺らも堂島組の覚えがめでたくなるってわけだ。こりゃとんでもねえタナポタじゃねえか。だといいけどね。よっしゃ、ぶち殺せ、手柄立てろよお前ら。浅はかだな、本当に浅はか。堂島組が手を焼くほどの人間ってことだぞ。分かってねえんだろうな、そういうの。壊し屋で行こう。事務所の中ですから。失礼しまーす。見とけよシンジ、桐生一馬の喧嘩を。なあおら、ちょっとそこの机使いたいな。そうか、これが男の喧嘩だぜ。シンジ見てるか。強いな、あっさり終わらせてしまった。やっぱり強えな、あんたは。あんたが桐生一馬だったんだ。え、知ってんの？俺も名前だけは聞いてた。堂島組が探し回ってる男がいるってよ。すげえよな、あの堂島組たった一人で敵に回して。俺もあんたみてえに強くなりてえよ。後になかなか頼れるやつにはなるんだけどね。えらく殴られたみてえだな。少しは目覚めたか、シンジ。別に。なんでお前がヤクザ狩りだってこいつらにバレたんだ？族の身内に売られたんだよ。ああ、信頼できる仲間にだけ話してるって言ってたもんな。ああ。裏切られたわけだ。俺がやってることがヤクザに知れたら、そいつらもただじゃ済まねえだろうってビビっちまって。ああ、だからシンジ一人を差し出して。許してもらおうって話になったらしい。は、考えてみたらもっともだよな。仲間を信じた俺がバカだったんだ。シンジ、もう一つ聞かせろ。なんで俺がお前の黒幕だなんて嘘をついた？まあ、桐生さんの強さ知ってるしね。いやだってそうでも言わなきゃこいつらすぐ俺を山にでも埋めるとか言うからさ。それにあんただったらこいつらにも絶対やられねえと思ったし。それで苦し紛れにあんたが俺の黒幕だってあんたの特徴とかあいつらに伝えたんだ。きっと助けに来てくれると思ったんだよな、あんただったら俺のこと。ったくよ、何やってんだお前は。今まで何やってたんだバカ野郎。え？お前が助けを求められるのは親でも仲間でもなく、たった一度会ったきりの俺しかいなかったのか？まあそうだな。お前には顔を隠して手当たり次第ヤクザを襲う前にやるべきことが山ほどあったんだ。くそ、そんなこと今まで誰も俺に教えちゃくれなかった。生き方なんて誰も教えちゃくれなかったんだよ。まあ家庭をヤクザにめちゃくちゃにされてたんだしね。当たり前だ。生き方なんて人に教わるもんじゃねえ。誰だって自分なりの道を必死に生きてるんだ。まあ桐生さんには風間さんがいたからね。俺もそうだ。俺だって生きるのに必死になってもがいてる。桐生さんもこんなに強えのに。ただ俺には目指すべき背中を見せてくれる恩人がいた。あいにくその人はお前の嫌いなヤクザだがな、風間さんね。まあ仲間もいたしね、錦山とか。目指すべき背中を見せてくれる人？堂島組の若頭、風間慎太郎。その人が俺の目指してる男だ。俺はまだおやっさんの足元にも及ばねえ。そうなのかな。大したもんだと思うけどな、桐生さんも。信じ、ヤクザに目つけられた以上、お前はもうこの町にはいられねえ。カブロ町を出て、お前も目指すべき背中を見つけろ。目指すべき背中はもう見つけたぜ。シンジは、カブロ町を出る？いや、それはできませんよ、桐生さん。俺はこの町から逃げたくねえ。何？何？それに、ヤクザに目つけられてんのは、桐生さんの方がよっぽどでしょ。俺だってこの町で生きていきますよ、この先も。そうか。
それがお前の生き方だってんなら好きにすりゃいい。へへ、そうさせてもらいます。ただしくだらねえ仲間とはできれ。それとこの町で生きるってんならせめて俺より早く死ぬんじゃねえぞ。はあ、せめて俺より早く死ぬんじゃねえぞ、シンジ。まあ別に何も言わないけどさ、ナキルさん、最後に一つだけ。なんで俺なんかを助けに来てくれたの？あんただって堂島君に組に追われる身だってのに。さあな、俺にもよくわからねえ。ただ俺もガキの頃は一人きりだった。まあ錦いたけどな、風間の親さんに出会ってなきゃ。あーでもそっか、風間さんに孤児院に連れて行かれてから錦山と出会ったんだっけ。そういうことだよな。風間の親さんに出会ってなきゃきっと今もお前と同じ目してた気がする。じゃあな、シンジ。いや、キリュウさんも風間さんみたいに慣れてるよ。シンジに背中見せてやってるんだから、キリュウさん。ああ、ちょっと泣きそうになる。俺の目指すべき背中見つけましたよ。俺はいつかあんたを超える男になりたい。いや、超えるっていうとこがいいね。追いつくだけじゃなくて、あんたがこの先どこに行こうと、俺は絶対あんたの背中についていきますから、キリュウの兄貴。あー、いい、よかった。大悟のやつもよかったけど、いいわ、その田中真嗣という男。まあ龍が如く1のストーリーはこの今の0のストーリーの17年後のお話なんだけど、でも事の発端はそれの10年前だから、まあ今から7年後なんだよね。これの7年後にシンジは桐生さんの射程をやってるわけだ。堂島組に桐生さんを追いかけて入って、いや、なんかいいもん見れた、いいもん見れた。やっぱサブストーリーもまだまだやりたいな。本当に悪いね、最終決戦目前で。多分まあさっさと行けと思う人も多分いるんだろうけどね。でもまだまだ、いや、大悟のやつといい、シンジのやつといい、こんなサブストーリー見せられたらまだやりたくなるよね。まあ今回は一旦この辺で終わろうかと思うけど、まだまだもう少しサブストーリーやらせてもらうと思います。お疲れ様です。で、最後にちょっと終わる前に、もういいのか、キル。この街でやり残したことはねえんだな。あるよ、まだあるよ。ちょっと真島さんに切り替えてみようかなって思って。あのね、金持ちくんにお金預けてるけどさ、蒼天堀の M さんへの投資、なんか最初は決まった金額を出資してたんだけど、次は5億円だよとか言われて、もう最終章まで来たら好きな金額を出資できるようになったんですよ。で、キリュウさん今2兆円持ってるけど、まあ M さんにもかなりの金額を出資したので、ちょっとそれを受け取っておこうかなと思って。俺も多分今日までの命や、何の未練もないようにしとかな。ああ、真島さんも覚悟を決めてるね。佐川の隠れ事務所って書いてあるけど、もう佐川は出番ないのかな。俺はもうやり残したことはないんか。ほんまに思い残したことはないな。あ、真島さんからでも最終決戦に行く選択肢あるんだ。で、まだ町で準備が必要や。で、町に出れんのか。うん。あ、なるほどね。真島さんの操作も久しぶりだな。だ、佐川はもう、島野の親父と、もう別に誠殺さなくていいぞっていう話がついた時点でもうやることなくなったのか、あの人は。じゃあもうほとんど出番ないかもしんないね。お、
真島さん視点でも錦山いるわ。あっせえ真島。錦山か。こんなとこで何しとる。兄弟が来るのを待ってんだが、あんたね関係ねえ、早く行けよ。いや、桐生さんとニアミスしてもおかしくないんだけどな。最後の最後まで会わないのかな、これは。ふん、桐生か。一遍ぐらいその面を拝んときたかったの。あ？なんでもあらへん。もう、嫌というほど顔を合わせることになるけどね、後に。俺もお前らに構っとる場合やないんでな。ほな。うん、あくまでも別々に行動して、それぞれ覚悟を決めてんだな。目的は同じなのにね。一緒に行けばいいのに。目的同じなんだから。で、ああ、そうだそうだ。蒼天堀行くんだわ。一旦蒼天堀行こう。ヘイ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 、受け取るぜ。ローンって知ってあります？分割払いとか言うらしいんですけど、何のためにあるんですかね。無駄に利子払うのがかっこええんかな。一括でしか払ったことないからなっていうことだな。で、お金を出資してもらう。キルさんが預けたお金があるはず。出資してもらいたいんやけど、真島さんに出資できる額はっと、手数料を差し引いて全部で1兆5109億5000万円ですね。最高だな。そのお金を有効に使って資産を増やしてください。真島さんのしのぎきっとうまくいきますよ。いや、もうそういうレベルの話じゃないでしょ。もう1兆円は。せや、うまく儲かったら株の町の計算に還元してあげるのも忘れんといてください。必要ねえよ、計算は。もうこれ以上。よし、これで真島さんもお金使い放題になったな。1兆円の所持金で。まあ、また真島さんも技全部覚えさせておこう、最終決戦に向けてね。あとはフェイフーの店で武器探索するのとかもさ、まあ結構お金かかったりするんだけど、それにお金もたくさん回せるね。よし、じゃあ今回はこんなとこにしときましょう。まだしばらく寄り道すると思いますが、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。真島さんどこ見てんの。